プロジェクト K。 こんにちは、キラーです。今回はですね、2点万張りガチ勝負です。唐津小島第10レース以降で134143です。またしてもこの回目でございます。ガチ勝負、この回目で連勝中ですので、負けるまでちょっとこのまま続けていっちゃいます。変に5号艇6号艇を絡めるよりもこっちの方がやっぱり当たると思うんですよ。それでいて高いところも出るときは出るという、よろしくお願いいたします。50倍1本もしくは25倍を2本、どうぞご覧くださいませ。始まっていきます。この時間が1本目、唐津から見ていきたいと思います。見たいようで見たくない、怖い。この時間が唐津の風速は4メートルです。真横からの4メートル。1.4143、これはね、1.4めっちゃ人気ですね。 9.4倍、143は高い。今風が非常に緩やかです。特賞 A 予選競争。いっちゃいましょうよ、1本目からいっちゃいましょうよ。143、134、134、143出ますでしょ、出てくれるんでしょ。だったら1本目で出ちゃいましょうよ。12倍超えでもプラス出ですので、その中で 9.4 倍でもでかいのでね。あ、押さえて、6号艇押さえて、あ、来た、13来たよ。まだわからない。1.3、1.4が人気なんですよ。4号艇ワンチャンあります。上がってきて、上がってきて。これワンチャンありますよ、まだ。2着じゃない、3着争いが激しいので、もう激しく2号艇5号艇6号艇をが大きく逸れていただければ。3本目でございます。1.3、4.1、4.3なら3本ぐらい当たっても不思議ではないと思うんですよ。6レース中3本ぐらい。いや、2点枠なりに並んで、体型は3対3に分かれています。特選予選競争第11レース進入コース内側から1番、これも1、3、4は人気です。4番、頼むで、ね、スタートしました。5コースから5号艇の森永コースタート、その後は1番と2番が出ていきながら、1周1枠は1号艇の森永から回って3号艇のアルガのまくり雑誌が入っていきました。スタートは前提正常でした。まくり雑誌から3号艇のアルガがトップに立って、2番手1号艇の小野の内側に5号艇の森永が並んでいます。1周の2枠トップ旋回は3号艇のアルガ、続いて5号艇の森永、これを指して1号艇の小野、2番手はさばいてリードを取ってきました。1号艇の小野、まあしょうがないです。離れて5号艇の3本中1本はね、しょうがないです。インニングが決まらなかったらもします。それは5番手レースは2周目に入りました。第12レースはさすがに人間が決まるでしょう。それで的中すればいいです。唐津の次小島見ていきますけども、もうね、一本的中した状態で小島へ進みたいです。心臓が痛い、じゃなきゃ心臓が痛い、心が痛い、心が締め付けられてる。こちらも人気ですね。1.3、4.1、4.3、1.4.3まで人気です。これはね、1番人気2番人気です。1.3、4.1、4.3、ちょっとね、こういうのはね、確実に取っておかないとダメです。ここまで1番人気2番人気なんで、こういうのはね、取っておかないと割に合わないので。確実に取らないとダメですよ、これは。はい、来た、ほら来た、はい、来た来て1号艇の末永が逃げて先頭、スタートは前提正常でした。逃げました1号艇の末永、さあ2番手が注目で、4番手が集団となって向かう1周の2マークは1号艇末永が待った後、6号艇のイリーサを、あー来た来た来たでしょ、はい、来た来ましたでしょ、大丈夫だよ、はい、もう来たよ、もう来ちゃっていい、前の2人は1番、4番、さあ5
本当は残る4艇による3番手接戦です。3番手争いから2周1マークは5号艇の大賀が上がってきて、その両サイド刺したのが3号艇前川、引いたのが6号艇の入沢、3番手は6番と3番の接戦、わずかに後の方から6号艇の入沢が優勢ですが、3号艇の前川が直線では立て直していく。2周の2マーク1号艇に続いて4号艇がホーム側、3番手は前川、そうといったのが6号艇の入沢です。3番手はまだまだ接戦、また6号艇の入沢が一歩リードでレースは最終進です。先頭は先前から逃げた1号艇の末永ゆらく、そして2番手は1周2マークさばきました4号艇の地元の北川太一、3番手は6号艇の大沢太一、攻めてくる5号艇の大賀に3号艇の前川ですが、3番手は6号艇の入沢です。上位体系146、その後方に5号艇大賀博之、3号艇前川森次、2号艇川尻大輔、ラストコーナートップは1号艇の末永ゆらく、2番手4号艇の北川太一、3番手は6号艇の入沢雄二がどうやらキープとなりそうです。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番5番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールインです。小島は出ますでしょ、2本出ますでしょ、134が2本、もしくは134、1本、143が2本、そんな気配を感じております。まずはこちらで143、5コース5号艇寺本、3アウト6号艇の川村でスタートで残り10秒です。第10レース予選特勝、3対3枠なりです。3秒前、今スタートしました。その3艇、5スタートは1号艇はまず行きました。これはもう1号艇は決まりました。あとは3号艇、4号艇、1号艇は逃げる、2号艇目村刺す、3号艇の中辻仕掛けていく、2番出しから4号艇渡辺、5号艇の寺本、6号艇川村、向こう止めもトップ戦、1号艇、2号艇並走、インコース2号艇の三村、アドコース1号艇コバ、3番仕掛けた3号艇の中辻、一緒にコーナーの旋回です。スタートは正常でした。トップ使い2号艇三村、森君では3号艇小回りは中辻、2艇回して切り込んで1号艇コバ、4号艇の渡辺、5号艇寺本、ホームに帰りました。先頭を振り切ったのは2号艇地元の三村、2番手押し込む1号艇コバ、前の2人は2対1対形、さあ注目は3番手、どうだ、3号艇4コース後方下げて角1が4号艇の新見、5コースに向かって5号艇の馬体、最アウト6号艇の恵比寿元、スタートまで残り20秒、角1は4コースとなった4号艇新見、一方インに構えたのは人気の中心です、1号艇の武田、頼むわ。第11レースは予選特選、 A コースから天気なんだ、3番4番5番6番です。11レーススタートしました。スロー3艇、コースアウトは1号艇、2号艇、3号艇、6コースからの高艇、ビスモト、1号艇、インカの負けるわけには、すべては3号艇の林、いかねえだ、5号艇、2号艇、5号艇、6号艇、ビスモト、向こう止めも、さあトップ戦、1号艇、2号艇、並びそう、インコース2号艇、不自由、アドコースのバッター、1号艇の武田、さらく4号艇の2号、その後方5号艇、3号艇、6号艇、一緒にコーラーの世界、スタートは正常、トップ使い1号艇の武田、2番手、2号艇、不自由、後方から4号艇、2号、切り込んでくる、ふたばら、5号艇のバタイ握って3号艇、配置付け3とかは、先頭は1号艇だけだ、リバットは2号艇の富士、前の2人は1、2体系、3番絞り込む4号艇、2名が2手修正も、さあ4番手続く5号艇のバタイ、レースは西丸1コーラ、2番手3番手攻防戦、アタック4号艇の2名、積んでかして2号艇富士、さすがバット、5号艇バタイ、さあどうだ、しかし単独の3番手は4号艇2名、入れなかった5号艇バタイは4番手、その後方3号艇配置、最後方は6号艇エビスモト、レースは西丸マークの旋回と向かってきます。先頭1号艇武田、2番手が2号艇の富士、同期のワンツー、3番手4号艇新見、内落ちコート、3号艇5号艇ホームに帰りも、3番手は4号艇の新見圭一、上田家は木田、センター3コース3号艇地元の柏、4コース後方下げて角1、2番人気4号艇地元の平尾、今日の前半から道中追い切っての3着連帯、5コース5号艇の福川、今日のオープニングカード浅戸が逃げての勝利、最アウト前走3着でした6号艇の橋本です。新入スタイル3対3枠なりです。第12レースは記者選抜戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。
今スタートしました。1号車が好スタートは1号艇の長井、角から4号艇平尾、2号車2号艇の池田、白1枠逃げる1号艇の長井、攻めては3号艇の釧路、切り込んでくるは2号艇の池田、4号艇平尾、5号艇深川、6号艇橋本、向こう止めるんですが、インから早くもぶっちぎり先頭1号艇長井翔也、2番手は2号艇池田雄一、3番手2番手から4号艇平尾、その後方3号艇5号艇6号艇一緒にコーナーの世界スタートは正常、丸くんで接近3号艇の釧路をかわす2号艇の池田、さあ次4号艇平尾と6号艇5号艇さっとホームに帰りました。先頭は1号艇長井の後方、2番手は2号艇の池田、3番手白井台4号艇の平尾ですが、さあ後方から3号艇柏野、6号艇の橋本、レースは2周目の1コーナー、それでも直線で引き出すは4号艇平尾、後方で6号艇3号艇が競り合っている。この間に3番手振り切るは4号艇平尾となり向こう正面です。上道球を1番2番4番、その後方6号艇の橋本、3号艇の柏野、最後方は5号艇の福川です。レースは2周目マークの旋回と向かっていきます。先頭は1号艇根井翔也、2番手は2号艇の池田雄一、3番手は4号艇の平尾隆がホームに帰って、上田家は1フタ4、レースはこれから3周目と移っていきます。インからトップスタートは1台半ば、堂々と押し切りました。終始ぶっちぎりは先頭1号艇永井翔也、2番手は2号艇の池田雄一、3番手は4号艇地元の平尾隆に、上田家をついて1フタ42連単123.5倍、3連単1フタ45.8 倍です。ラストコーナーの旋回と向かっていきます。これがシリーズの3勝目。先頭1号艇長井翔也、2番手は2号艇の池田雄一、3番手4号艇平尾隆が帰ってきて、上田家を1フタ4で間もなくゴールインです。先頭1番です、長井がゴールイン、2着2番の池田、3着4番平尾ゴールイン、6番橋本、3番柏、ラストは5番の福。もうすぐ取り戻します。今日の負けは明日すぐに取り戻します。それが私のやり方です。次回攻め方変えます。満州を狙います。いいですか、もう一発で食毛企画終わらせちゃっても、特大ドデカ満州取っちゃってもいいですか。昇った太陽、二度と沈まなかった。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。